はい、皆さんこんにちは。7月30日にですね、野村不動産ホールディングスが、決算短信、第一四半期ですね、4月から6月の決算短信というものを発表しました。まあ全体的にはなんとか取り繕ってるんですが、中身はかなり悪いですね。特に住宅部門についてはですね、なんと約48億円の赤字、事業損失を出しています。前年同期、2018年の4月6月期のこの同じものがですね、4億円の黒字だったそうです。まあしかしね、4億円っていうのも少ないですけども、48億円の赤字っていうのは非常に衝撃的です。で、中身見てみました。住友不動産ホールディングスのホームページから誰でも見れますと、首都圏での住宅の売上計上戸数はですね、160戸なんですよね。で、前年同期は547戸ですから、むちゃくちゃ減ってるって減ってるんですよ。まあそれはいろんな事情があるかとは思いますけども、でも なんでね、その48億円もですね、事業損失が出てきたのかっていうのは何も説明がないですね。なぜそれが出てきたのか、まあ、あの株主総会に、ね、出られたら質問したいぐらいのところですけども、で、これね、ものすごく衝撃的なのはですね、野村不動産という会社自体がですね、どう言いましょう、あの非常に営業が強い会社でして、まあ、よく売るわけなんですよ。で、どういうか、土地の仕入れとかもですね、ものすごく上手なんですね、私が見てると。もう よくこれ買えたねみたいなものをですね、買ってきてやってるんですけども、時々無茶やるんですよね。これはちょっと無理筋ちゃうのというような事業をやって、案の定ですね、販売しこって、まあ多分むちゃくちゃなその値引きをしながら売るんですけども、まあ例えば最近ですと、プラウドシティ太田6号ですか、多分半年ぐらい前に完売したというふうに私は理解してますけども、これなんかの事業損失を計上したのかもわかりませんけども、それでも48億円でかすぎます。で今ね、野村不動産はプラウドシティ日吉っていうのをやってるんですよね。これがですね、ちょっと私から見ると野村不動産らしいこう無茶じゃないかなというふうに思ってまして、まあ、これもですね、これから消費税が上がって住宅売れなくなりますから、あの価格でこのまま続けていけばですね、それこそ太田6号よりももっとひでえことになるんちゃうかというふうに懸念をされますそれで、さらに懸念するのはね、この野村不動産って割合その上手に開発事業、マンションの開発事業をやる会社なのに、こうやって赤字こいでると。そういった他はどうなってんのっていう世界なんでしょうね。あの野村よりもひどそうなところって実はいっぱいありますよ。そのね、あの大手財閥系も含めてですけども、で、まあ、これからですね、決算短信がちょくちょくと出てきます。で、私が注目しているのは住友不動産です。業界ナンバーワンの住友不動産の決算短信が8月8日ですから、まあ、今週来週ですかに出てくる予定なんで、そこにどうなってるのかっていうかまあその決算短信に書いてあることが全部その真実というか、その素直に正直に出してるなんて思いませんけども、でもある程度は見えるんじゃないかなとは思っています。ですので、まあ衝撃、野村不動産ホールディングスの衝撃の赤字にと加えて、来週は住友不動産が注目というお話でございました。はい、皆さんどうもありがとうございます。